わー、こんなところで何やってんだ。今日はプチ電車シリーズを紹介するよ。プチ電車シリーズでも事故は起こるさ。トップハム発表、行ってきます。よし、出発。トーマス、事故には気をつけろ。よし、これでみんな出発したな。帰っておやつでも食べようかのう。ん、なんじゃ。わあ、あれは。こんにちは、トップハムハット卿。僕は800系のツバメだよ。僕は L700。 E201 系中央特快です、よろしく。僕はサンライズエクスプレスだよ。俺はソリック883系だ。ヤッホー。新幹線923型ドクターイエロー。イエスイエスイエス。僕はキハ71系ユフインの森です、よろしく。私はブルートレインハヤブサ富士牽引車ヒロじゃないよ。山手線と500系新幹線もやってきたぞ。ヤッホー、僕たちも行くぞ。わあ、かっこいい。でも誰が誰だかわからない。よし、ダン、わしらも後を追うんじゃ。ホットハムハット卿、そんなところに乗ったら危ないですよ。ええんじゃ。わあ、いやっほー。よし、 N700 系競争しよう。よし、ツバメには負けないぞ。あれ、 N700 系ツバメが競争を始めたぞ。やっほー。ああ、こんなところにヘラクレスオオカブトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。なんだ。まったくもう、何やってるんだ。電車は平和に走るのが一番さ。この自然豊かな風景を見ながらゆっくり走るのが一番さ。せーん、どうは続く。わあ、なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。えっほえっほえっほ。よーし、トーマスうまく積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わあ。わあ、すまない、大丈夫か。いてててててて、てわお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一、みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。いやー、ドクターイエローの次はソニックもやってきたぞ。うわー、うわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。ヤッホー。みんなして事故してドジだな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わあ、大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。うわー、500系新幹線やってるぞ。わあ、わあ、まったくもうここでも事故か。よいしょっと、ありゃ。今日はいろんな電車や新幹線を紹介したよ。みんなはどれが好きだったかな。よーし、今日はプチ電車シリーズで遊ぶぞ。みんなはどんな電車が好きかな。いろんな電車が出るから最後まで見てね。よーし、それじゃあ今日は砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車ユフインの森から。どこかな。よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あ、ここだ。やったー。よーし、今度はこの白い新幹線だ。どこかな、どこかな。こっちかな。ちょっと違うな。あ、わかったぞ、ここだ。やったー。よーし、どんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだ、どこだ。あ、ここだ。よーし、今度は今度は黄色の新幹線ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローはどこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よーし、
大正解だ。お次はキハ283系スーパー青空だ。よく見ると前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空はどこかな。難しいな。あ、ここかな。よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よーし、どんどんやっていくぞ。お次は681系サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。イヤッホー。最後は N400 系新幹線だ。よいしょっと。やった、これで完成だ。よし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな。あ、ここかな。よし、ぴったりだ。よし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな。みんなわかるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。よし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう。ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。よし、バッチリだ。お次はお次はこの電車は、みんな何か分かったかな。これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よーし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんてちょっと珍しいよね。よーし、バッチリだ。最後の電車はブルートレインはやぶさ富士牽引車。よし、これで完成だ。いやっほー。ゴードン、今は説明してる暇ないんだ。お、スタンリーて、なんだお前らは。わー、俺様も逃げるぞ。スタンリーがやってきたよ。ふふーん。あ、パーシーだ。やあパーシー、どうしたんだい、こんなところで止まって。やあスタンリー、ちょっと気になったんだけど、あんなところにトンネルなんてあったかな。よし、ちょっと見に行ってみるよ。へー、大変だ、スタンリーがお化け電車になっちゃったぞ。わー、助けてトーマス。トーマス、大変だ、スタンリーがお化け電車になってしまった。お化け電車だって、パーシー夢では見たんじゃないか。本当なんだよ。よし、じゃあちょっと見に行ってみよう。わー、トーマス、仕事はどうするんだ。トーマス、ここだよ。あれ、確かにこんなところにトンネルなんてあったかな。おい、スタンリー。んぬ、ひー、出たー。わー、トーマス、危ない。パッパッパーシー。わー、えっ、パーシーまでお化け電車になってしまった。ヒわぁ、逃げろー。パーシーもスタンリーも追いかけてきたぞ。ヒッ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 ヒ。ゴードン、今は説明してる暇はないんだ。お、スタンリー。て、なんだお前らは。わー、俺様も逃げるぞ。トーマス、どういうことだ一体。スタンリーとパーシーがお化け電車になっちゃったんだ。トーマス、いい作戦があるぞ。俺様についてこい。よし、ついたぞ。わー、ちょうど体が汚れてたんだ。流線形トーマスになったよ。て、そんなことしてる場合じゃない。パーシーやスタンディーをゴシ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 洗っていくぞ。よし、これで元に戻るかもしれないぞ。全然変わってないじゃないか。しかもよく見ると変なのが一人増えてるぞ。あっはっはっは。
トーマス、作戦失敗だ、逃げろー。だけど、優先艇トーマス、スピードじゃ負けないぞ。ヤッホー。ははわわわ、いつの間にか前に回り込まれている。なんてこった、もうダメだ。トーマス、俺に任せろ。テレンテ、おまけ電車にはこいつを見舞いしてやる。ちょっと粘土爆弾だ。それそれそれ、いやうー、ちょっと粘土爆弾がパーシーやなったぞ。今度は2つ目のスライム爆弾だ。行くぞ、それクライステンリー。うわー、お前はもう爆弾じゃないからテレンスアタックだ。うわお化け電子たちに命中だ。パーシーたちが元に戻ったぞ。あれ、ここはどこだい。小さいお化けはトップハムハット卿だったんだ。ありゃりゃ、おかしいじゃん。オーケー、負けないぞトーマス。トーマスとパーシーが今日は競争するみたいだぞ。ヤッホー。わーい、待て待てトーマス、下り坂だ。ヤッホー。トーマス、とっても速いぞ。僕だって負けないぞ。それわあ、トーマスも速いけどパーシーもとっても速いぞ。みんなはどっちの方が速いと思うかな。だけどコップハムハット卿に見つかったら2人とも怒られちゃうぞ。いやっほー。あれあれ、赤い扉から何か出てきたぞ。わあ、あれはお化け機関車だ。他の扉からはカボチャのお化けが出てきたぞ。トーマス、パーシー、裏返しや。ひぇー、やーい、パーシーのノロマ。待てーって、俺たちに気づいてないみたいだ。トーマスもパーシーもお化けたちに気づかないで行っちまうみたいだ。なんてこった、パーシーもトーマスも競争に夢中で僕たちに気づいてないみたいだ。ひぇー、悔しい。一体どうしよう。よし、トーマスとパーシーを追いかけるぞ。ヒッヒッヒッヒー、ヒッヒッヒッヒー。ありゃー。ん、なんだ、機関車が事故を起こしてみたいだぞ。あ、この赤い機関車はグリンだ。わー、トーマス、こんなところでどうしたんだい。いてててててて、てトーマス、パーシー、助けておくれ。実はさっき、よし、この大きな岩をクランキーのところまで運ぶぞ。僕はとっても仕事にできる機関車なんだ。うわー、なんでこんなところに粘土があるんだ。ひえーと、そんなわけなんだ。よし、グリンを助けるぞ。グリンのお尻と僕のお尻をくっつけて。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。わー、助かったよトーマス、ありがとう。フリン、怪我がなくてよかったね。よし、パーシー、僕たちも行くぞ。うーん。うわー、いてててててって、トーマスたち、ここにもいないぞ。よし、今度はデコボコ峠を下っていくぞ。それー、ヤッホー。トーマス、とっても上手にデコボコ峠を下るぞ。トーマス、事故には気をつけるんじゃよ。おお、今度はパーシーがやってきたぞ。パーシーは上手に下れるかな。それー、ヤッホー。よーし、パーシーもとっても上手じゃ。あれで、トーマスはさっき酔ったような気がするかな。よーし、行くぞ。それー、わー、いてて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 、てなんじゃなんじゃ、今度は妙なカボチャたちがやってきたぞ。ひえー、しかもみんな坂を下るのがとっても下手くそじゃな。ひえー、まったくどうなっとるんじゃ。お次はお次はマーゾックがやってきたぞ。貨車を2つも運んでるみたいだ。ルンルンルルン。マーゾック、とってもご機嫌だぞ。ん、あれは何かしら。ワン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 、チーズ、ちょっと待ちなさい。わわわ、あれはチーズとバタコさんだ。ひゃー、ぶつかる。ひえー、
マードックも事故を起こしてしまったぞ。いたずら貨車はすごく嬉しそうだ。いてて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 、て大変、事故を起こしてしまったわ。マードック、大丈夫？ごめんね。あれれれ、また事故か？お次は黄色い機関車、マードックだ。大丈夫か？ひゃー、トーマス、助けて。あれれれ、また事故かい？よし、パーシー、マードックも引っ張るぞ。よいしょ、よいしょ。よし、なんとか運んだぞ。バタコさんもマードックを持ち上げたぞ。ひゃー、だけど私故障しちゃったみたい。この貨車を隣の町まで運ばないといけないのに。よし、それじゃあ僕とパーシーで運んでいくよ。ありがとう、トーマス、パーシー。よし、頑張るぞ。よし、それじゃああとはトーマスとパーシーに任せましょう。トーマス、パーシー、どこ行った？ヒッヒッヒッヒー。よし、パーシー、そろそろ隣の町に着くぞ。あ、みんなが待ってくれてるぞ。みんな、お待たせ。ジャムおじさんに、アンパンマンに、ドキンちゃん。よし、大変だったけど、やっと着いたぞ。とにかく荷物を無事届けれてよかったね。よし、それじゃあトーマス、帰ろうか。そうだね、パーシー。ふう、ふう、やっと戻ってきたぞ。トーマス、この辺で少し休憩しないかい？そうだね、パーシー。うわっは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 。トーマスにパーシー、やっと見つけたぞ。わあ、お化け機関車にお化けカボチャだ。ヒッヒッヒッヒー、やっと見つけたぞ。たっぷり怖がらせてやる。はっはっはっは。わわわ、なんだなんだ？お化け機関車がこっちに向かってくるぞ。もうダメだ。ワン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 。チーズ。ワンワンワン。あ、チーズが線路の道を変えたぞ。ワンワン。あはははトーマスのパーシーももう逃げられないぞ。うわうわ。やった、お化け機関車が水の中に真っ逆さまだ。ひえ、冷たいぞ。うわー、いやー、お化けカボチャたちも水の中に落ちちゃった。ひえー、とっても冷たいよ。ワンワンワン。キャー、びっくりした。チーズに助けてもらったね。キャー、よかったよかった。みんな、今日も見てくれてありがとう。楽しかったらチャンネル登録もよろしくね。それじゃあまた次の動画で会おう。バイバーイ。